今日はですね、J リーグ鹿島アントラーズ対アビスパ福岡の試合が行われまして、2対0で鹿島アントラーズが勝利いたしました。はい。この結果、鹿島アントラーズは6試合ぶりに勝利を手にしたということと、1ヶ月以上ぶりに無失点というところで、まあ、久しぶりに 気持ちのいい、えー、勝ち方をしてくれたな、というふうに思います。えー、私もね、えー、今日は先週に続き、えー、鹿島スタジオまで足を運んできたんですが、まあ、先週一週間前に見た鹿島と、えー、今日見た鹿島は、もう別のチームかっていうぐらい、本当に今日はチーム一丸となって、戦うっていう姿勢、気持ちが伝わってきましたし、 えー、まとまり感っていうのがね、今日は本当にすごかったです。まあ、それプラスね、今日はあの、サポーターの声出し応援が一部エリアで可能だったというところもあって、まあ、そういった雰囲気もね、あって非常にいい、えー、状態で選手を迎えることができたんじゃないかなというふうに思います。はい。僕もね、えー、本当にコロナになってこの声出しの、えー、試験ゲームは初だったので、まあ、久しぶりにこうサポーターの、えー、応援、 そうですね。聞いて、やっぱし、サッカーはサポーターの応援があってこそだなというふうに思いましたし、非常にこう選手もね、それに対してこう気持ちが高ぶるというところもあったと思いますから、非常にね、今日2万人ぐらいですか、お客様入りましたんで、非常にいい雰囲気で試合を見ることができました。はい。あとはね、岩政監督の初陣ということで、何が何でも勝ち点さんというところはね、本当にこう今日は全体的に雰囲気で作れてましたし、 まあ、ビスパもね、本当にこう強烈な3枚、えー、ルキアン選手、えー、ジョンマリ選手、えー、ファンマデルガト選手、えー、非常にね、えー、強い3枚が前にいたっていうところもあったんですけど、まあ、うまくね、そこの対策は当然してたと思いますから、 まあ、しっかり空中戦で負けないというところ、起点を作らせないというところはかなりできたと思いますし、まあ逆にね、カシマは、まあ左サイドで起点を作って右サイドに展開っていうね、えー、まあ戦い方あがしっかりと90分通してできましたんで、まあ左からね、カシマが起点を作ることでね、相手のこう、えー、ベルギー元代表ですか、あのね、えー、選手がいましたんで、まあ彼をね、えー、しっかりと抑えるというところもできましたし、 え、非常にこう展開、横の展開が本当に今日は素晴らしかったんで、あの、常本選手がね、かなり高い位置を取ってましたから、まあ非常にこう攻撃的なアントラーズっていうのをね、今日は見ることができました。あーで、最後ね、えー 林選手も入れて、守備型のするところもね、かしまらしいですし、まあそれでもね、点を取りに行く姿勢を忘れずにってところでね、まあ鈴木選手も言ってましたけど、まあ1点2点3点取り行くサッカーをね、サポーターに見せると、まあ攻撃的なアントラーズをこれから見していきたいって言ってましたから、まあそういったこの姿勢もね、しっかり感じることができたので、まあ90分通して、まあ内容はね、もちろんまだまだのところあると思うんですけど、 まあ、いい展開で、いい流れで、え、勝負を決めることができたと思いますから、まあ、再敗、え、もそうですし、まあ、非常に良かったんじゃないかな、というふうに思います。はい。まあ、ここでね、一気一憂せずに、次の湘南戦もね、この勢いを持続して、しっかり勝ってほしいな、というふうに思います。えー、今日はこれで終わりたいと思います。